共産党支持し、こんな奴隷根性でどうして国の主権を守れるか。そうだ。シーカズオ共産党首領のツイートが威勢がいい。トランプ大統領、米国は日本を守るのに、日本は米国を守らないと日米安保条約に不満を言う。米国製武器を買え。農産物を買え。自衛隊を派兵しろ。その目的が見え見えなのに、慌てて安保条約をやめないでと懇願する日本政府。こんな奴隷根性でどうして国の主権を守れるか。いやいや、立派立派。はい、おっしゃる通り。ではお尋ねする。それならなぜアメリカに押し付けられた憲法を守る。独立主権国家なら自国の憲法は自国で決めるのが当たり前。奴隷根性に文句を言うなら、アメリカの押し付け憲法など破棄するとなぜ言わないか。おお、自民党政権すら言えないことをズバッと、きっぱりだね。その調子で自国の安全は自国で守れるように憲法を改正するのだね。これを契機に日本は9条を改正し、国防軍を持ち、中、ロ、韓の領土侵害には断固として立ち向かう意思を持つのだね。憲法改正し、軍事力を強化して周辺国と対等に対話ができるように、すべての意味で強い日本を作るのだね。主権を守るということは、よその国から一切の政治思想の支持を受けず、感化されないことだ。それには最低限の自衛、国防力がいることはスイスの堅実な建国が証明している。日本は成熟した経済大国で1億2000万の国民が平和に生活するために、アメリカを中心とする開かれた民主主義陣営と切磋琢磨しながら付き合っている。現憲法の困った制約で同盟国として当たり前の互恵互助ができないことに相手国から不満が出るのを和らげるべく政治外交で苦労しているのが現実だ。共産党さん、お宅の奴隷根性でない主権維持とはどんなものかな。まさか自衛隊の代わりに周辺国の人民解放軍を進駐させたり、秘密警察を張り巡らせることではないよね。汗もかかずに片っ端から政権批判や愚にもつかない文句を垂れるばかりの共産党が、国民のために身を粉にしていると思う人々は相当変人だろう。このぶち上げで支持が集まりますかね。